こんにちは。町の昔の面影にも思いを馳せながら歩く猫散歩です。今回は東京世田谷区の二子玉川の町を歩いていきます。世田谷区の南西部にある住宅街で、二子玉川駅周辺にはショッピング施設が充実しています。実は二子玉川という行政上の地名はなく、世田谷区の玉川と玉川の対岸にある川崎市高津区二子を組み合わせた地名なのです。最近は高級住宅街としてブランド化された部分がありますが、二子玉川駅の東側は21世紀に入って再開発によって大きな変貌を遂げました。それでは二子玉川の街の散歩をスタートしていきましょう。玉川から東急電鉄の二子玉川駅に向かって歩いています。駅の奥に見えるのが楽天本社や二子玉川ライズです。二子玉川駅は1927年に開業し、駅名がたびたび変わりながら今に至ります。読売遊園駅、二子読売園駅、二子玉川駅、二子玉川園駅。1985年に二子玉川園は閉園となりましたが、二子玉川駅となったのは2000年8月のことでした。二子新地側のホームの一部が玉川の河川敷にまたがっています。天気がいいとホームから富士山を見ることができます。昔から二子玉川では玉川の砂利を運び出すことをやっていたそうですが、1923年に起こった関東大震災の後に砂利の需要が高まりました。東急電鉄の前身である1907年に開通した玉川電気鉄道は、設立当初は玉川砂利電気鉄道と言われていたそうです。ただし1965年に砂利の採掘は禁止となりました。玉川電気鉄道は玉電の愛称で親しまれ、砂利輸送と大山街道、現在の国道246号線の旅客輸送の役目を担っていましたが、自動車の交通量が増えたため1969年に廃止されました。今は三軒茶屋から下高井戸までの支線であった下高井戸線が東急世田谷線として残っています。二子橋は東京都と神奈川県との県境を流れる多摩川の上に架かっている橋です。1925年に完成しました。江戸時代には宿場があり、江戸時代から大正時代まで双子の渡しがあって、船で多摩川を渡っていたそうです。また鮎漁が盛んだったそうです。古くから大山街道、現在の国道246号線が通っていたため、双子の渡し付近には茶屋があったそうです。渡しを営んでいたのが双子だったため、二子という地名が誕生したという一説もあります。玉川がきれいだった頃は水遊びする人が多く、玉川八景と称されて人気スポットとなり、料亭も多くありました。夏の風物詩である花火大会は元は料亭の客寄せ行事だったそうです。現在では柳屋さんが唯一残っている料亭となっています。こちらは兵庫島公園です。名前の由来は南北朝時代に新田義興の家臣である由良兵庫之助の遺骸が流れ着いたからだそうです。現在は区立兵庫島公園になっていますが、整備工事中です。2019年10月の台風19号が上陸した時に堤防が途切れている箇所があったため、一部地域で洪水となりました。暴れ川といわれる多摩川から安全を確保する護岸工事も行っています。
二子玉川駅から15分ほど歩いて吉沢橋まで足を伸ばしてみました。昔は玉電の支線の一つである絹田線が絹田本村まで走っていました。二子玉川から出発して野川に架かる吉沢橋を渡るため左へカーブするルートを走っていたそうです。絹田線は1969年に廃止となりました。現在は道路となっており、橋から二子玉川の高層ビル群を望むことができます。ちょっとここで一息、シュクレペールさんのスイーツを食べてほっこりしたいと思います。シュクレペールさんはお店のプリンが雑誌の手土産特集で東京1位のプリンに選ばれたことがあります。このお店は玉電絹田線の廃線後にできた花水木通りに面していましたが、2021年1月からカフェとして移転して再オープンしています。ちなみに花水木通りもお散歩におすすめです。絹田線の中高知駅跡の石碑もあり、名所となっています。二子玉川駅周辺を歩いてきましたが、いかがでしたか？いろいろな歴史を知れて、猫散歩は楽しかったです。二子玉川が好きになったので、何度でも訪れたいと思いました。今回はここまで。次回も引き続き二子玉川を散歩していきます。いいねとチャンネル登録、そしてコメントをぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。